こんにちは。突然ですが、私キャノンマーケティングジャパングループです。超ワクワクする未来を実現する会社です。カメラとかプリンターの会社、その技術をさらに発展させて超ワクワクする未来を作りたいんです。あなたと。超ワクワクってどれくらい？もう超だから未来がもうワクワク、ワクワク未来、わかんないな。超ワクワクする未来を実現する会社、キャノンマーケティングジャパングループです。こんにちは。突然ですが、私キャノンマーケティングジャパングループです。超ワクワクする未来を実現する会社です。カメラとかプリンターの会社、その技術をさらに発展させて超ワクワクする未来を作りたいんです。あなたと。私と。イエス。私ちょっとやそっとじゃワクワクしないんですけど。ご心配なく。超ワクワクする未来を実現する会社、キャノンマーケティングジャパングループです。とてもこうコミカルな掛け合いもそうですし、テンポもそうですし、その中でこうキャノンマーケティングジャパングループさんのこう魅力がとても詰まった CM になってると思います。松本さんとは今回は初対面ですよね。初対面なんですね。そうなんですよね。これ芸能界あるあるなんですけど、勝手にテレビで見ただけでもう共演した気になってるっていう、初対面でした。なのでとても楽しく撮影させていただきました。賀来さんを勝手に勝手に身近に感じてたんですけど、だけどなんかそういう気持ちもあってか、 CM の中では初めてこう話しかけられて、ってポカーンとしながら、だけど距離感はこう物理的には近いんですけど、でも遠くみたいなのが勝手にこう私は親近感を持ってたからか、ちょっと難しくてついついこう話とかも聞きたくなっちゃうような、そんなグイグイしたそういう社員の役をされてるんで、それを私はただひたすらゲーッとしながら聞くっていう、だからすごくね、その対比が面白い CM になってると思います。熱血ではないかな、表向きはとは思いますけどね、自分は。なんかこう情熱は持ってるタイプだとは思うんですけど、あんまりこうそれを表立って行こうぜみたいな、こうなんていうんですか、熱血部活キャラみたいな感じではないかなとは思いつつ、でもなんか演じててこうすごい元気な役だったので楽しかったです。ご自身でプロデュースされた作品とかもされてるから、こうリーダーシップを取れる方なんだろうなっていうのはもちろん想像はついてたんですけど、でもなんかそれこそご自身もおっしゃってたように、俺についてこいっていうタイプよりはみんなで楽しい方向に行こうみたいな、そういうなんかこう拡散タイムみたいな、そういうのがある方だなと思って、ご一緒させていただいたこの時間はなんか癒しに近いものをいただきました。大変助かりました。冷静沈着な方ではないので、逆にこういう女性ってなんか羨ましいなって思います。急に来てもえみたいな、私だったら何怖い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 みたいななっちゃうから、いつもこうグッとこう起伏のないみたいな、そういう性格とか憧れるというか、なんかそういうのは私にはない部分だな。逆なんですか？真逆だと思います。あ、そうですか。すぐ拾っちゃうし、なんか誰かが何何何とか消えそう。似てるっていうよりはなんか憧れに近いかな、そういう女性にもなってみたいなみたいな。今、はい、すごいのが出てるらしいんですよ。何ですか？その VR 的な、1日に3人に同じこと言われたんですよ。とんでもないのが出たと。つけるだけで、はい、もうどっか行っちゃうんですよ。そのいや変な意味じゃないですよ。なんかその例えばジャングルにポンってワープしちゃうみたいな。で錯覚しちゃうんですって。もうそこにいるっていうのが。だからもうここからスポーツ観戦だったりとか、もうテレビ電話だったりとか、もう完全にゲームチェンジャーになるというか、もうここからどんどん多分僕たちが想像してたドラえもんの世界だったり、確かにみたいなことに急速になっていくんだろうなっていうのを聞いてちょっとワクワクしてます。すごく、はい、で来年、はい、これ噂ですよ、はい、なんか世界もう本当に同時通訳みたいなのが、うん、もうすごいのが出るっていうのも、そしたらもうね、世界中どこでもね、いろんな人とそうですね、お話しできる、そう、お話してるっていう、なんかそういうなんか自分がちっちゃい頃描いてた、思い描いてたなんかこうワクワクする
夢物語みたいなのがもう現実に来てるんだっていうのが今僕のすごく一番ワクワクしてるトピックです。私はそのテクノロジーとはすいません真逆で、うん、手芸みたいなのが好きで、うん、まあ趣味なのかな、なんか消しゴムハンコとかを やったりするんですよ。それを作るためのデスク、家に作業部屋みたいなところがあって殺風景な感じだったんですけど、うん、自分のなんか空間にさらにしたくて、この趣味部屋っていうのをもっとよりこう快適に、うん、より機能的にと思った時に昇降式のテーブルがあって、でそれを購入したんですけど、それを使ったらもうめちゃくちゃもう作業効率もいいし、いい、ね、何よりもなんかやっぱなんかね、そういうのってワクワクしますね、うん、自分のすごいアジトというかね、そう着実にできる感じね。そうです、はいはいはい、わかります。大好きなものを詰め込んだ部屋みたいな感じにしてるんで、デスクが来て組み立ててる最中とかめちゃくちゃワクワクしますね。いいですね。楽しかった。これは最近の自分の話ですね。超マジで時間ない。どういうことですか？時間が足りないですね。あってもあっても、なんかやっぱやりたいことが多すぎて、ここ最近30超えてからかな、うんうんうん、いろんなものになんか興味を持っちゃうんですよ。でもすごい素敵なことですね。そうそう、まあすぐ手出して、うん、なんかハマっちゃうのはいいんですけど、はい、本当にいよいよ1日24時間が足りなくなってきつつあって、うん、だからそこで追い込むってなるともうめちゃめちゃストイックな生活になっちゃうんですよね。数時間ギュッて詰め込まないとですもんね。そうで次の日の仕事の準備とかもあったりするから、はい、時間割自分で組み立てて1日作んないといけなくて、そういった意味で結構時間がない、欲しいっていうのが最近です。キャットに夢中な女優ですね。私猫ちゃん飼ってるんですけど、もう癒し癒し、もう今年で14歳になるんで、うん、男の子だからもうおじいちゃん、その人間年齢でいうとね、うんうん、結構なおじいちゃんの年なんですけど、でもいつまでも甘えん坊だし、私が出る時はねちょっとこう半分出ながらですけどこう見送ってくれたりとか、寝るときは必ず私の枕で寝るんですけど、うん、なんかそういう姿見たりするとその子なりに私に対して甘えてきてるとか、うん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 、ちょっとしたそういうかけがえのない時間がとても私には今大切な時間だなと思っていて、だからこの夢中なのもずっとですけど、この猫と出会って13年半とかこれからもずっと夢中でいたいし、その子もなんか楽しい猫生を過ごしてもらいたいなと思ってます。キャノンマーケティングジャパングループの CM に出演させていただきましたカッケントです。松本若菜です。今回ですね、本当にテンポのいい、そしてコミカルな、はい、2人の掛け合いが見れる素晴らしい CM ができたと思っております。はい、この CM の中でも賀来さんがブワーッとあの魅力について語ってくれるんですけど、私はそれを点々点って聞きながらも、確かにキヤノンって聞くとこうコピー機だったりカメラっていうイメージがどうしても先行してあると思うんですけど、その15秒だったり30秒だったりの短いその CM の中で賀来さんがものすごい情報量、素晴らしい情報量、これからワクワクしていく未来を作ってる会社なんだぞっていう、そういうねなんか熱いメッセージが込められた CM になってますんで、ぜひご覧いただきたいです。お願いします。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。はい、安心安全になんか話をしているよ、うん、そんなシーンを撮りたいなと思います。はい、はい、そうですね。超ワクちょっとキャノンマーケティングジャパングループ。キャノンマーケティングジャパングループ。はい、キャノンじゃないです。キャノンマーケティングジャパングループ。はい。さてちょっと乗り出して。はい。かなり発展させて。超ワク。本当です。
こんにちは。突然ですが私、キャノンマーケティングジャパングループです。キャノンマーケティングジャパングループです。はい、カット、はい、スタート。突然ですが私、超ワクワクする未来を実現する会社です。はい、じゃあお願いします。よーい、スタート。超ワクワクする未来を実現する会社です。超ワクワクする未来を実現する会社です。あの、なんかカメラとかプリンターの会社、その技術をさらに発展させて超ワクワクする未来を作りたいです。この収録のところがちょっと人気で、ちょい下げ、はい、せーの。その技術をさらに発展させて超ワクワクする会社を作りたいです。その技術をさらに発展させて超ワクワクする未来を作りたいんです。技術をさらに発展させて超ワクワクする未来を作りたいんです。あなたと私、ちょっとやそっとじゃワクワクしないんですけど。ありがとう。せーのご心配なく。せーのご心配なく、ご心配なく。一方的にっていう感じ、それともこう続けた方が一方的で結構超ワクワク、もう超未来がもうワクワク、もうはい、実現、もう実現します。ワクワク、そう、未来、未来、未来、そして実現、そしてワクワク、もうワクワク未来、未来実現、そう、そういうこと、はい、そういうことです。ワクワクです。はい、未来、ありがとう。参りました。はい、ではお願いします。よー、スタート。超ワクワク。ご心配。私ちょっとやそっとじゃワクワクしないんだよ。ご心配。私ちょっとやそっとじゃワクワクしないんだよ。ご心配。スタート。私キャノンマーケティングジャパングループは超ワクワクする未来を。ワクワクしないんだよ。例えば。ありがとう。ありがとう。ちょっとやらかしてください。そわ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 、めちゃめちゃ喜んで。顔がすごい。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。いや、だいぶいいです。はい。おー、超ワクワクするじゃん。あ、賀来さん、撮影終了になります。はい、ありがとうございました。賀来さん、撮影終了になります。突然ですが私、超ワクワクする未来を実現する会社です。超ワクワクってどれくらい？もう超あのだから未来が、もうワクワク、超ワクワクする未来を実現する会社、キャノンマーケティングジャパングループです。突然ですが私、超ワクワクする未来を実現する会社です。あの、私ちょっとやそっとじゃワクワクしないんですけど。ご心配なく。超ワクワクする未来を実現する会社、キャノンマーケティングジャパングループです。